今回はいよいよ最後の部分です。前回の続きになるので、前回動画を見ていない方は概要欄の URL からご覧ください。それでは早速いきましょう。違和感を感じた部分を黄色で表します。スローでもう一度。相変わらず聞き取りにくいです。とりあえずこのような感じです。順に見ていきましょう。Mac 60201、米空軍 C-141B 輸送機スターリフター、通称ジャガイモ。当時の流行語で、ナウイの反対語にニモイがありました。撮影マニアの間で、C-141 は、ものすごくありふれた、取りやすい機体だったため、ニモのあだ名で呼ばれました。その後、胴体が延長された C-141B が収益された際、長芋と呼ばれるようになりました。他には、ボディの色が銀色なら銀芋、白なら白芋、芋がうじゃうじゃいたら芋畑と呼ばれました。この米軍輸送機は、おそらく横田基地へ着陸するために高度を落とすのでしょう。東亜国内航空207便。十数秒前に周波数 134.0 への切り替えを指示された機体の一つです。周波数を切り替えたので、確認のために更新したようです。
全日空36便大阪18時0分発東京19時0分着機種はボーイング 747-100SR この便は18時45分ごろ ACC から何かを言われていますが会話がなく終了しています。おそらくその時は大島より手前の位置にいてスペンサーを通過の指示だったと思います。これから周波数 119.1 に変更し東京アプローチへ移管するところのようです。皆さんはお気づきでしょうか。この周波数 119.1 は123便が指示された東京アプローチの周波数とは違います。123便は周波数 119.7 を指示されました。東京アプローチのメイン周波数は 119.1MHz で 119.7MHz はサブです。東京コントロールの管制官はここでも気を利かせてくれたようです。違和感を感じた部分を黄色で表します。スローでもう一度。それでは見ていきましょう。全日空592便松山17時45分発東京19時10分着ボーイング 767-200 大島手前からスペンサーに向かっているところですね。エールフランス273便国際線の時刻表が手元にないので詳細はわかりませんが、1985年当時のことをできる限り調べてみました。エールフランスは文字通りフランス行きの便です。当時は1日に1往復だけの便だったようです。新東京国際空港、現在の成田国際空港からパリのシャルル・ド・ゴール空港へ行くには、アメリカのアラスカ州にあるアンカレッジを経由します。アンカレッジで給油をした後、北極を通ってパリへ向かいます。ソ連崩壊後はシベリア上空を飛行してヨーロッパに行けるようになりました。再び通れなくなりそうです。ところでこの便は成田から東京アプローチを経て関東南へ空域に出るかどうかなのですが、周波数 134.0MHz が広域をカバーしているので関東南へ空域以外を飛行していたかもしれません。機種はボーイング 747-100 のように見えます。巡航高度に達したので東京コントロールに報告したところでしょう。
以上で全てが出揃いました。前回までの動画と合わせて結構な数の機体が飛んでいます。次回は過去に関東南へ空域を飛んでいたとされる7つの機体と今回の検証で得られた機体との照合をしたいと思います。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。またのご登場お待ちしています。